こんにちは。今日はまみちゃんが家にいるので撮影手伝ってもらいます。今日やることはこの間買ったサドル、スペシャライズドのサドルね、私のやつ、私のやつをまずこっちに、これこっちに、このサドルにと交換する。で、これあげます。アルテグラの R8000、 これマミにあげます。で、今6800のアルテグラ履いてるんだけど、これに変えることによって 28C の太さまでタイヤが履けるようになります。で、今これを履かせましょう。コスミック、これ、これいいじゃん。このエアロフレームにはやっぱディープでしょ。 やばくね。いやかっこいいでしょ。かっこよすぎん。メンテナンススタンド出すのめんどくさいんで、ここで外しちゃいましょう。クロス、まずいきます。ピッ、抜いて、汚い、砂がめっちゃ出てくる。なんで、おい、錆びてるっしょ。新しい予備品使いましょう。新品の。こっちもつけましょう。タイヤもめちゃくちゃいい。つけちゃいますね。で、つけてからブレーキを調整しますね。わざとゆっくりやってるんだって、変速調整、でスポーツバイクの場合だとここクランクが、まあ、4つに分けるとしたら4分の1ぐらい、で変速するのが個人的にっていうかいいと思って、例えばここからここに動く間で上がればいいと思って、軽くカチャッと押して、今押したよ、で上に、上ね、ワイヤー貼って、で、ここでまでで上がるかな、上がらない、で、2分の1で上がる感じや、貼るよ、これで、微妙やね、ここら辺か、ちょっと速くなったら分かる。
前の方にしとく。一応すぐにつける。擦れは解消されるかなと思う。あとここもちょっと柔らかいし、でここは座面広いから前のやつと大違いですしね、ぴったりではないかと。見た目的にもかっこよくなってない、シュッてしてない、なんか白から。ゴリゴリやなそれ、これも変えたい、これも変えたい。ゴリゴリじゃない、ゴリゴリっすか。女性にこそ快適なコンポーネント使ってほしいね。やっぱ軽いから。やっぱ軽いに越したことないじゃん。ゴリゴリじゃん。何？どんな感じ？ちょっと見てないんだけど。スーパーバイク感のオーラが漂ってる。そう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 。全然見てなかった。して。オーラやばくね。やっぱ。ちゃんと見てなかったけど、やっぱグランプリボス、やっべ、なにこれ、なんか全然ちげえじゃん。これ私のバイクじゃない。ハンドル変えて、ハンドル変えてな、エアロに。なにこれ、高速巡航バイクじゃん。もうほら、もう空気抵抗が、なにこれ。え、でも似合うな、やっぱ思った通りや。かっこいいけど、インスタグラムにアップやな。一応完成した。タレのってなるわ。え、間違えそうや私。何が間違え、え、なんか自分のロードバイク探すときにこれの前通り過ぎそう、普通に。